この原理を使ってこうやって産地のようにやっておくと、じゃあちょっと、来ていただいて、この瞬間でですね、発泡庫に動きやすくなっているので、じゃあ説明に行きたいですね。こっちに行ったりとか、ここからこっちに向けたりとか、ここからこっちに向けたりとか、ここからこっちに向けたりとか、いろんな方向にですね、動けるようになっています。じゃあまずは、行きますよ。はい。スッと入ってですね、相手が不安定になって投げることができます。前は消えますね。消えますか。